YouTube で毎月10万円を稼ぐ。 YouTube にある動画をアップするとザック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 お金が稼げる。日本中で圧倒的実績、スマホかパソコンがあれば OK。 詳しくは動画説明欄をチェック。本日の侍はイタリアに憧れを抱いた男、ベガルタ仙台柳沢敦。二十歳で A 代表に初選出され、ワールドカップも2度出場。まさに日本サッカーの飛躍を支える侍。少年時代から憧れていたイタリアセリエ A で、これまで2つのクラブでプレーした経験を持つ。上手くなりたいっていう一心だけで、いろんな経験をしたい、もっとレベルの高いところに行きたいっていう、そういう単純な気持ちでした。現在 J リーグで首位を快走するベガルタ仙台でキャプテンを務める柳沢。震災の影響を大きく受ける苦境の中で力強いサッカーを展開。地元仙台の期待を背に初のリーグ制覇を狙う。高校時代に J リーグの13クラブが獲得に動いた柳沢。当時大好きだったのはセリエ A を代表する選手だった。セリエ A とか見ながら、やっぱインザーギーとかの動きはすごく好きだったんですよね。何度も何度もこう動き直しながら、全てこうボールが出てくるわけじゃないんですけど、それにこう、なんていうかな、辛抱しながらというか、いつか来るんだっていう信じながら何度も何度も動き続ける姿っていうのはすごい惹かれましたね。僕が小さい時はやっぱりそのセリエ A とかがすごくこう日本にも伝わり始めた時で、よくテレビでもやってたりして、でやっぱり世界の中での注目がすごく高かったんで、そういうのを見ながら自然とやっぱりそういうところに惹かれるようになりました。高校卒業後強豪鹿島アントラーズに加入。クラブに数々のタイトルをもたらし、日本を代表するフォワードとして成長。プロ3年目には日本代表にも選出された。そして海外移籍する転機となったのが日韓ワールドカップ。代表で共に戦う戦友から常に刺激を受けていたという。自分なりにその何ていうかな、ヒデさんの喋ってる言葉とかをまあヒントにしてというか、勝手に感じてたのかもしれないですけど、まあコミュニケーションの大切さとか、フィジカル的には強いけどやっぱり横には弱いとか、なんかまあそういうポロってこう言ってくれることがあるんですけど、やれるんだっていうなんか強いメッセージみたいなのがあって、お前もやれるよっていうような、なんかメッセージが込められているような感じがしましたね。常にヒデさんとかが、ああいうふうに活躍して、でまあ僕たちのチャンスもやっぱり広がったと思いますけど、まあそういうヨーロッパの、トップリーグの、中で活躍したいっていう、なんかもっとそこを超えていきたいっていう強い思いはありましたけどね。日韓ワールドカップの翌年、当時世界最高峰リーグと呼ばれたセリエ A のサンプドリアに加入。憧れの地セリエ A でプレーする夢は実現したが、屈強な守備を特徴としたイタリアサッカーにかなり苦しんだという。魂的なというか、そのプレーに込めるこの情熱みたいなのっていうのは、ちょっと違うかなと思いました。
一歩間違えればやっぱ大げんにつながるような激しさというか、言葉はちょっと悪いですけど、うん、そういう激しさは練習の中でもありましたし、あのボール回しとか本当遊びみたいなボール回しから殴り合いの喧嘩になったりとか、うん、そういうなんか負けん気とか自己主張みたいなのはすごくやっぱり、うん、それは文化的な違いもあるとは思うんですけど、そういう違いはやっぱありましたね。中でも刀剣の異名を持つミランのガッドゥーゾの迫力には脱帽したという。ガトゥーゾは一回倒されて、まあ、僕もなんか日本ではやらないようにようなちょっと蹴り的なのを倒された時にこうやって蹴り上げたんですよね。そしたら片手で掴まれてグッて起こされてまあこれちょっとパワー違うわって思いましたね。うん、ちょっとね全然ダメでしたね。サンプドリアでは途中出場が多く、レギュラーの座をつかめなかった柳沢、そこには超えなければならない大きな問題が常にあった。イタリア人ってすごくこう話すのが好きなんで、まあ、練習後1時間2時間でもこうねロッカールームで喋り続けてるようなぐらいやっぱり喋るのが好きなんで、まあ、もちろん食事にも行ったし家にもね行ったりして、とりあえずなんかまあ笑ってたりするから、たまにねわざとなんか笑うような話じゃないことを多分言ってるんでしょうね。なんで笑ってんだみたいな、うん、まあ、そういう冗談も好きだしね。イタリア語覚えたのかみたいな、行って2週間ぐらいにもう覚えたかみたいな感じで、まあ、冗談っぽくはあるんですけど、でもそれをまあ理由にチームのそのメンバーから外れたりとか理由付けにされたんですよね。まあ、結局のところはまあそこは僕は関係ないと思ってるんですけど、まあ、もちろんそのやっぱ取れないより取れた方がまあもちろんいいんですけど、でも取れなくても出てる人はたくさんいるし、まあ、そこは自分の中で歯がゆいところでもありましたけど、やっぱり悔しい経験、その思いなんですかね、それがもしかしたら成長なのかもしれないし、うん、だから、うん、まだサッカーやれてるのかもしれないし、わかんないですけど、でもやっぱ悔しい思いしかなんか残ってないですね。これまでセリエ A の2クラブでプレーしてきた柳沢、イタリアへの移籍は少年時代からの夢でもあった。そう、小学校の時は、そういうセリエ A の、教材というかそういうイマジネーションサッカーみたいなのがあったんですよね。雨降ったら、まあ、グラウンド悪いし、まあ、練習はそのボール使ってやるだけじゃなくて頭の練習もしようっつって学校の教室でみんなでそのサッカーを見て、それがすごい刺激的だったというか、まあ、僕が小さい時はやっぱりそのセリアとかが、すごくこう日本にも伝わり始めた時で、よくテレビでもやってたりして、でやっぱり世界の中での注目がすごく高かったんで、そういういうのを見ながら自然とやっぱりそういうところに惹かれるようになりましたね。そしてプロ8年目でついに夢が現実となった。当時世界最高峰リーグと呼ばれたセリエ A への挑戦。2003年、ジェノバを本拠地とするサンプドリアに加入、さらに翌年はメッシーナでもプレーし、憧れのセリエ A に2年半身を置いた。スター選手が数多くプレーする中で衝撃を受けた男がいた。イタリアの至宝バッジオ。
いやもう淡々とそのプレー一つ一つがなんか質が高いというか、まあもうテクニックが半端じゃないんですけど、そこにボールが行くと何かが起きそうな、なんかそんな雰囲気があって、なんか敵ながらはすごいなっていう、本当うまかったですね。当時日本を代表するフォワードとして確固たる地位を築いていた柳沢、しかしイタリアで在籍したクラブでは主にミッドフィルダーとしてプレー、慣れないポジションにフラストレーションのたまる日々を送っていた。あのイタリアの戦術的な部分でやっぱり前に大きい人を一人置いて、まあ、ツートップだったとしても、まあ、もう一人にはやっぱテクニックがあってこう運動量豊富な選手がわんさかいる中で、まあ、僕の評価としてはやっぱりサイドっていうのがすごく多かったですね。守備もゴール前から、攻撃的にはゴール前の逆サイドのニアまで走れっていうような、そういうプレーには慣れるまでにはやっぱ時間がかかったし、自分の中でそのポジションでやっていこうっていう決めるのもまあ時間がかかったっていうところはありますね。自分の中ではやっぱりフォワードで、自信持ってるし、まあ、そこで結果が出なければやっぱり自分の中でも納得できるしっていう話をして、まあ監督はまあ、分かったとは言ってくれて、まあ、次の試合はフォワードで途中から出してもらって、やっぱ言う時は言うもんだなっていうか思ったら、その次の試合からはずっとサイドハーフでしたけどね。柳沢は憧れの舞台で得点ゼロ、フォワードは得点が全てじゃないという自身のフォワード像が受け入れられることはなかった。スピードだったりその強さだったり、そのずる賢さっていうんですか、イマジネーションというか発想だったり、そういうのが何か一つず抜けてればもしかしたら通用したのかもしれないって思うし、自分が小さい時からこう積み上げてきたものっていうのはよりいい状況判断っていうことを常に心がけてきて、でもやっぱりそのゴールを決めた人っていうかゴールを決められる人、やっぱりすごく重要で、ゲームの流れも変えられるし、もしかしたらどんないい状況判断よりも大事なのかもしれないなと思う時もあるし、2年半の中でやっぱり自分の中で充実感がやっぱりなかったのと、うまくいってなかったっていうところから、まあ、日本へっていう選択になってきました。現在大躍進を続けるベガルタ仙台を牽引している柳沢、憧れの地イタリアでの苦い経験は35歳となった今でもプレーを続けさせる源となっている。そして最後に海外移籍を志す若手選手たちへメッセージ。成長したいっていう強い気持ちを持っていくってことですね。僕みたいにそのやっぱり途中でそう、日本への選択するような中途半端な気持ちじゃなく、そこでも負けない強さっていうか、その精神的なものですよね。やっぱりそこが一番向こうでは重要なのかなと。
YouTube で毎月10万円を稼ぐ。 YouTube にある動画をアップするとザック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 お金が稼げる。日本中で圧倒的実績、スマホかパソコンがあれば OK。 詳しくは動画説明欄をチェック。